のの使命といの、はいいうは本当につかない人が多い、うん、そんな中で、うん、たった一つ唯一自分の使命にたどり着く方法っていうのがある明確な方法がある、ね、明確な方法があるだよー い、今日もどうぞよろしくお願いしますだよ。この世界の100億万人が使命に悩んでます100億万人って一応80億人なんだけどあそうなんです超えてきちゃいましたね超えてきちゃったね過去生も全員使命にああ加工生の方だも全員悩んでますねいやでもね僕は本当に思うけど使命にたどり着ける人っていうのは本当に少ない だから、この使命に気づく人を増やしていかなければいけない。ああ、そうですね。これ重要ですね。そう。でもね、面白いことにね、自分の名前の中に使命って隠れてるんだよね。教えてください。どういうことですかいや、アナグラムって言ってね。アナグラム。自分の名前があるでしょ自分の名前を平仮名にして全部さ、並べるじゃない平仮名で並べる。濁点ついてる人は別に濁点取ってもいいんだけども。そうなんですね。だから、平場だったら、桜葉でも別にいいのね。あ、そうなんですね。で、例えば小野正彦でもこう書くじゃないはい。で、これをシャッフルして。シャッフルする。 の言葉を作るんだよねなるほど文字の順番を入れ替えるってことですねそう文字の順番を入れ替えるとさえ自分の使命が隠れているというね、はい、アナグラムというの そうなんですね。でも残念ながらこれ分かる人が少ない。非常にないうん。これとりあえずやってみてほしいですよね。そうだね。しっくりくる言葉があると。結構昔の古い古語とか含まれてるから分からない人が多いんだよね残念ながら。ちなみに大王とか何かあったり僕はねもう全然分かんないから聖火さんに聞いたんだよね。い聖火さんって本当にすごいから名前聞いただけですぐ頭の中で出てくるね。ただ僕のはんか偉そうだから言わない人に。 そうなんですね。うん、偉そうなアナグラム出てきたんです、ね。そう、すごい偉そう。下地ものものよ。<laughs> へりくだれ、ですかね。下地さんならそれあるかもしれないね。<laughs> あ,ありえますよね。<う>あります。相当上から来てますよね。<お> <laughs> <laughs> 下茂さん相当上から来てましね。はい。だから小野正彦だってシャッフルしたら言葉が出てくるはず、はい、ああ、そうなんですね。うん、だから、はい、例えば一人さんなんかとかですね。はい、斉藤一人さんなんかとかさ、はい、悟り言う人とかうう。うわ、やば。あ、そうなんですね。小林成監さんは本当に三つか四つあるんだよね。うん そいあるんの場その個性は感謝とか。やばいっすね。感性語囃子とか。やばいですね。あと感謝がなんかついてる言葉はちょっと今ド忘れしちゃったりとね。そういうふうに本当に自分の名前の中にシャッフルすると使命が隠れてるっていうね。あそうなんですね。だけどここはまた分からない人が多いからね。そうですねそうですね。もうちょっと簡単にできるやつないですかだからまあこれは例え話でね言っただけであって、やっぱこの使命というのは、たどり本当につかない人が多い。そんな中でたたっ一一つ唯自分の 自分の使命にたどり着く方法っていうのがある。明確な方法が、ね。明確な方法がある。自分の使命。はい、知りたいです。 だから、これが頼まれ事なんだよね。頼まれ事。頼まれ事。え、どういうことですか。この頼まれ事が、使命にたどり着く、たった一つの方法だよね。ああ、そう。え、ど、もうちょっと教えてください。頼まれ事が、どういうことですか。やっぱ、頼まれ事ってさ、なかなかない。人生において。そうですね。でも、この頼まれ事っていうのは、別に仕事とかさ。家族の中とか。頼まれたりするさ。ちょっと買い物行ってきてとか、例えば、会社だったらさ、ちょっと、お前、そこ掃除しといてとかさ。あります。新聞持ってきてとかさ。あります。あります。お尻拭いてるとか、あるじゃない。 いいやちょっと分かんない最後のやつどんな業務か分かんないですねどんな業務そんな業務ありますかすごい業務です、ね、僕ジャニーさんに頼まれたことあるよ <laughs> 怖いっすもう一人の人格が怖いです <laughs> ありえないですねだから言ってるじゃんジャニーさんは本当にダークサイドが強い、はい、あそうなんですね <laughs>、うん、ダークサイドの言ってる言葉がダークすぎるんですよ お尻拭いてやばいじゃないですか。ジャニーさんは、ダークサイドの時の記憶がないんだよね。ないですね。ないです。本当と、すみませんでした。本当ないよ。昨日の夜も飲んで、ホテル帰ってきた後、すごかったよ。どう教えてください。どんな。いや、急に電話かかってきてさ。はい、はい、はい。だよ、今ちょっとトイレ行くんで、ケツ拭いてくんないですかすごい、言葉遣いはそういう感じなんですね。だよ、どうしたんですか そたよかった本本当当ににその頼まれ事っていうのはそういった頼まれ事ではなく会社とかね家庭でお買い物してきてとか掃除してきてとかそういうんじゃなくてあなたじゃなきゃダメなんだっていう頼まれ事って本当に少ないんだよだから結局掃除とかお茶汲んできてとか別に誰でもいいわけじゃないでもそれは頼まれ事のうちに入らないわけだあなたじゃなきゃダメなんだあなただから頼むんだあなたにしか頼めないんだっていう頼まれ事は人生においてそうそうないんだよそうそうないですねないじゃないないっすね僕なんか 年間本当になかったよ頼まれごとそうだと思いますだから全然なくてそれを師匠から言われるわけですよ桜庭さんは頼まれごとされますかって質問されたんですね質問されたねそして橋先生に「ただいまに講演情報をあなたにお届けするよ急ですね急ですよだよ僕たちいろんなとこに行くんですよ行きすぎます行きすぎますね3月12日東京です3月15日名古屋3月16日静岡静岡そして3月19日松山松山はい3月26日 6日博多で博多、3月31日高崎、4月1日新潟、そして4月5日に大宮でございます。ぜひ概要欄から見てみてね。会いに来てください。頼まれますかって言われた時に頼まれることなんか受けたことないからさ、い。や頼まれることないですねって言ったら大勢が、はい。なんで頼まれることが来ないかわかりますかって聞かれたす。ごい深掘ってきましたね。はい。で僕はわかりませんって答えるんだよ。はいはい。そしたらもう開口一番。 それは、あなたの顔が悪いって言われたのね。すごいけなし言葉ですね。あんま聞かないタイプのけなし言葉ですね。人生で、初めて言われたんだよね。はい、はい。そうですね。あなたの顔が悪い。はい。これね、気遣って言えないんですよ。うん、はい。本当に思ってるとしたら。うん。僕もジャニーさんにそう思ってるけど、言えない太陽、ね。<laughs> <対応> <laughs> 言ってよ。<laughs> いや、本当にだから、顔が悪いって言われて意味が分かんない。そうですよね。はってなりますよね。もう、びっくりするじゃないびっくりします。っていうか、心の中でさ、はい。いや、あんたより俺の方がいいけどって思うわけ思いますよね。思います、思います。言えないからさ。はい、そうですよ。えってびっくりしてるじゃん。はい。師匠が言ってるのは、顔が悪いってのは、不細工という意味じゃないわけだよ。あ、そうなんですね。ら で、頼まれ事が来ないわけじゃなくて、あなたがいつもブスッとしてるから頼まれ事が来ないんですよっていうことなんだよね。表情の話ですね。その通り。だからそれを聞いた時も、すごい衝撃的だった。そうですね、そうですね。表情って言ってくれればよかったのに。そうだよね。そうだよね。初めからそう言ってくれればいいよね。そうですよね。でも、あえてインパクトを残したんですかあ、インパクト残した記憶に残ってるじゃないですか。すごいインパクトあるよね。そうですよね。そう。だから、頼まれ事というのは、あなたは会社やってらっしゃるんですよね、と言われて、はい、そうですって。 で部下も何人ぐらいいるんですか、うん、あだたい50人ぐらいいますよってそんな中で頼まれ事する人と頼み事しにくい人っていると思うんですけどどうですか、うん、って言われるわけはい、はい、もちろん頼み事しやすい人いるこいつにはちょっと頼めないなってやついる何が違うかって顔が違うんだよ、うん、ああそうなんですねジャニーさんだってそうでしょ<あ>いつもほら顎で使ってる人いっぱいいるじゃない、はい、<laughs> そんなあれですかそんなあれ僕そちょだ多分大王もう一つの人格です <laughs> はい。だから、その時に、本当に頼み事しやすい人と頼みにくい人っていうのがいるんだよ。はい、い,まい,まいます、います、います。いるでしょ僕ます。本当、にジャニーさんに頼んだことないじゃんか。<laughs> やばいな。大王怖いっすよ。僕、無意識でなんかしちゃってる可能性ありますね。<laughs> そうだな。はい。やっちゃってますね。やっちゃってるな。はい。その上に、うんうん、あの、部下たちには、顎で使ってる。最悪ですね。 最悪ですよ。いや、それで、はい、まあ僕は確かにいますと。頼み事しやすいやついます。はい、頼み事し,やしにくい人います。はいはい、そうすると、確かに顔が違いますと。頼みやすいやつは、やっぱり頼みやすい顔してるわけですよ。はい。で、<あ>頼み事しできない人は頼み事しにくい顔をしてるんだよ。そうですね、そうですね。わかります。で、確かにそうですって時に、うん、あなたに頼まれとがないということは、頼みにくい顔をされてるんじゃないんですかって言われるわけだよ。 何も言えない、ね、何も言えない。何ない夏。夏、うん、なんで春、いつだったんですか夏だったんですか何も言えなくて夏だよね。何も言えなくて夏。ね、だから、そうなんです、ね。その時に本当思ったんだよね。はい。あ、自分はいつもブスッとしてるから頼まれとがないんだって。はい。これね、先に言われたのは、はい、自分の使命。 うん、についいて聞いたんだよね、はい、そうですだから自分何のために生まれてたのか分かんないですっていう話の中でこういう話になってってもし本当にその自分の使命を知りたいと思うのであれば頼みやすい顔をしてくださいと3ヶ月以内に必ずあなたに頼まれ事が来る方法があるって言われて、うん、だからそれは何かというと、はい、24時間笑顔でいることそして口からもう二度と否定的なことは言わないこと、うん、もうこれだけなんだよ 2> 2つシンプルですね、うん、すごいシンプル笑顔で否定的なことは言わない、うん、もうこれだけで必ず3ヶ月以内ににあなたに頼、ま あることがやってくるって言われたんだよ。はいはい。そうなんですね。ただこれが使命とは限らないんだよ。それをこなしていくじゃない。うんうん、でこなしていくと一つ頼まれた。 で、それをやるじゃない。もし、それが本当に使命なのであれば、はい、全然関係ないところから、はい、同じような頼まれ事をされ出すわけだよ。ああ、そうなんですね。じゃあ、頼まれ事の中で、同じジャンルのものが重なってきたもの。そう、そして自分がその頼まれ事をこなして、はい、心地いい。心地いい。で、頼んでくれた相手もむちゃくちゃ喜んでくれる。うんはい、っていうのが続いていくんだよね。そうなんですね。で続いた時に、はい それがあなたの使命ですって。そうなんですね。めっちゃ分かりやすい。具体的ですよ。ごくワクワクするじゃないそんなの聞いてさ。僕はもうね、小学校3年生の時から自分は一体何のために生まれてたのかってずっと知りたいと思っていて、ずっと生きてきたわけじゃない。でも、たった3ヶ月間ずっとご機嫌で笑顔でいること、そして否定的なことは言わない。たった3ヶ月間それをやるだけで頼まれとが来て、その先には自分の使命が隠れてるんだったら、そゃやるさ。やりますよね。そらやる。だからやったよね。 だよ、やった後ってどうだったんですか ?3 週間。三週間まあ、師匠には3ヶ月って言われたけど、はい、結局3週間後に来たよね。頼まれことが。頼まれことが来た。はい、これは完全に、あなたじゃなきゃダメなんだ。はい、あなたにしか頼めないんだ。あなただから頼むんだっていう頼まれこと。それが何かというと、はい、ちょっと喋ってくださいっていう頼まれことだったよね。いいものに繋がってるんですね。そう。だけど、その時はさ、だって喋りたいと思ったことがないんだから、はいはい。はいはいはい、それが使命なんてことは一切全く思わなかった。 ただそれをその時ね喜んでやらさせてもらったけども、うん、それがどん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 呪術つなぎでつながっていったんだよね,ね呪術つなぎでつながってなんかあちこちで喋ることになって喋ってたけど、うん、それが使命なんて思うのはずいぶん先の話だねあそうなんですね、うん、だからそれが使命なんて思わないから、はい、ずっとそれをこなしていってる時に、はい、どっかで絶対やっぱ出会いがある喋、うん、るってことはね何人かこう人が用意されてるから、うん、その中でこう人間関係の中で何かそこから先続くような使命が隠れてるんだろうなと思って、うん、それをずっとこなしたんだよね ーでセーガンさんにこんなこと言われた、はい、あの初めのうちは頼まれ事はお金になりませんよって言われたそうなんですね、うん、だから僕はねその喋ってお金いただけないかななんて思ったことも一度もないその自分の話でお金がもらえるなんて思ってないからそうですよねそうですよね,ねだからそれをずっとこなしてったの、はい、ずっとこなしてったらさ半年ぐらい経った時に「無料じゃ申し訳ないから1人500円徴収します」うん「10人来るから桜庭さん謝礼は5000円でいいですか?」って言われたのはい、はい、ほんのびっくりして「えお金もらっていいんですか?」みたいな、うん、今までずっと電車賃もバス 全すごいですね。あ、別にそれに対して別になんと思ったこともない。ただ、この先には、ね、<あ>自分の使命が隠れてるから喜んでやらさせていただく。使命に出会うために。そう、それでやってたんだけれども、はい、まあ初めて5000円ってもらうわけじゃない、はいあ。ありがとうございますなんて言って。 でそ、うん、んな感じでなんか毎回毎回1人500円っていうなんか講演料いただけるようになって、うんうん、はい、だからこれが聖華さんの言ってる通りで初めはお金になりませんよって、はい、初めはお金にならないけどもそこで愚痴やなきこと文句不平不満心配事妬み事恨み事言わずにずっとこなしていくといつの間にかお金がもらえるようになりますよってはい,はい、はい、そしてお金がもらえるようになって、はい、だからその先には必ずそれがあなたがもし心地よくて相手も喜んでくれるのであれば、うん、それが使命ですってわけだね 多分1年ぐらいかかったと思う。あ、そうなんですうん。青い鳥と一緒なんだよね。ずっと探すんだよ、その使命をね。はい。公園、話しながら、そ<う>出会いがあると。人間関係がたくさんあるから、はい、その先にはきっと自分の使命が隠れてるんだろうと思っていたら、うんうん、実は、 そうやって喋るのが自分の使命だったっていうオチなんだよねいやすごい話ですねだから本当に青い鳥と一緒だよね青い鳥一生懸命青い鳥を探したじゃないうん、そうですうんだけども結局ね自分が喋るのが自分の使命だったってことだよねそうなんですねこれまずは笑顔でいることそしてマイナスの言葉を言わない否定的なことは言わないことだよねっていうことを繰り返していけばまず頼まれ事が来てでその先に使命がやってくるとマイルドな人になるといいよって言われたマイルドな人うん もうちょっと教えてください。あのー、マイルドでわからないかいマイルドでわかります。だってほら、頼み事しやすい人ってさ、マイルドマイルドな人じゃない確かにそうですよ。 僕今頭に浮かぶ人全員マイルドですもうハードな人いないでしょハードな人いないっす頼みやすいハードな人いないじゃないですかいないっすだからそういう頼み事しやすい物腰柔らかな人だよね物腰柔らかでマイルドでいつも笑顔で否定的なことは言わない頼み事来るじゃないそうですねねあなたじゃなきゃダメなんだってだからそういう人になった時にあなたじゃなきゃダメなんだっていう頼まれ事をやってきたその延長線上にあなたの使命が隠れてるよってことだよねそうなんですねぜひですね このチャンネルをご覧の皆様もマイルドな人,人を目指して活動していってほしいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。大王じゃんけんじゃんけんぽ動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。ししますそして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたの、ね、でよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録は。 ここ <nal> <laughs> 楽しい